皆さんこんにちは、にへいです。僕は台湾で日本人の方に向けて不動産賃貸の仕事をしています。本日は台北市のロフト付きワンルームマンションをご案内します。それでは行ってみましょう。皆様いかがだったでしょうか。ここは中山国商駅まで徒歩10分ぐらい、民権西路駅までは徒歩15分ぐらいのところにあります。駅までは少し距離があるんですけど、すぐ隣に中山北路っていう大きな道路があります。なのでそこにバス停があるので、例えば天武に行くとか中山駅に行くっていうのはすごく便利だと思います。この物件のマイナスポイントは2点あります。1点目が換気扇がついてないことですね。でこれに関しては料理されない方にとっては別に何ら気にする必要はないかなというふうに思います。で料理が好きでどうしても自分で料理したいんだという方にはよくよく考えて決められるのがいいのかなというふうに思います。2点目がこの物件日当たりが全くないんです。試しに電気消しますね。今の状態が電気を消した状態です。で今午後2時です。この午後2時でこの明るさ、全く入らないっていうのは人によっては、こう許容できないできるっていうのがあると思うので、こうよくよくご検討されて決めるのがいいのかなというふうに思います。本日は以上となります。ご不明な点とかご質問あればコメント欄に記載してください。確認して返信していきます。また次回の動画ご覧になってください。ありがとうございました。